どうしたの？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん。私たち仲間なんだから。でもほら言って。ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し。私も手伝うから一緒に探そう。アスカちゃん、ありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って喧嘩になっちゃって。そういうことですか。
それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、カツネがラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。イカルが舞い忍びます。任務開始。何人でも負けました。まだまだ。まだまだ。まだまだ。100点突破。まだまだ。まだまだ。おしまいです。何人でも負けません。まだまだ。体に力が。おしまいです。行きます。忍び転戦。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった。その上で私なりに調理してみました。え、名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って、あー、うんうん、うん、あれ、これは意外といけます。そうでしょう、そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、
ひらめきました。話から察するに、そのお相手は他校の野球部の生徒というところでしょうか。野球部、いい。将来はメジャーリーガーかよ。アスカ、こりゃいい物件を手に入れたな。女子アナか芸能人にならないと彼と釣り合い取れなくなるぞ。野球ってあの速い球を打つあれのこと？プロ野球選手は忍びをやっても一流になれるほどのアスリートです。すごい。野球選手は手裏剣を刀で打ち返すこともできるんだね。それでどうするのですか？どうするって言われても、俺たちは忍びだ。
それを忘れるな。わかってるって、それぐらい。こんなところに。それはこっちのセリフなんだけど、まさかあなたストーカー？打撃練習をしていて、その球拾いをしていたんです。一人で？はい、自主トレですから。より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。あの俺は鈴木って言います。あなたの名前を聞いていいですか？鈴木くん、名前も知らない相手に告白したの？あ、いや、それは俺、一目惚れに近かったもので。私はアスカ、よろしくね。アスカさん、こんなこと言うのもあれなんですが、もしよかったらこの間の返事を。この間の返事？俺と付き合ってもらえますか？なんて困りますよね。そんなことを知らない奴に言われても。だから、俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来てくれませんか？にやってるか。半蔵様、ご無沙汰しております。よせよせ、キリア。わしはもう引退した身じゃ。
急にどうしたの、じっちゃん。みんなに昼飯をごちそうしようと思ってな。やったー、お寿司だお寿司だ。おい、お待ち、じっちゃん特製の太巻きだ。ほら、アスカ、みんなに配れ。とても美味しそうです。ぶっといけど、一口でいくか。いただきます。うん、うまい。何？最近色恋にかまけておるらしいな。色でも恋でもないよ。アスカ、お前は両親の馴れ初めについて聞いたことはあるか？じっちゃんはどうしてお父さんとお母さんの仲を許したの？お前のお父さんは弁護士の夢を捨て、わしと一緒に寿司屋をやると言い出したんだ。愛する人と添い遂げるためなら夢も金も地位もいらない。お前のお父さんはそう言ったんじゃ。そこまで言われたら結婚を反対するわけにもいかないじゃろ。それでお前の相手はどんな男なんじゃ？だから相手じゃないって。でもどんな男の子っていうのなら、なんか私と似ている人かな。アスカ、人を好きになることはいい。恋愛はどんどんしろ。え？力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを覚えているか？お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。確かに忍びの色恋は難しい。しかし人を愛する気持ちがお前に刀と盾の意味を教えてくれるはずじゃ。ありがとね、じっちゃん。
鈴木くんも頑張ってね。今日もポカポカしてていい天気。平和だな。ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。ううん、大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか？私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。財布がない。さっきの子に取られたんだ。まさか最近話題の雑魚山強盗だ。財布の中には500円しか入ってないけど。でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。女、ほら財布だ。取り返してやったぞ。
くてデカ乳女じゃありません。私の名前はアスカです。それであなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。はあ、言っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくちゃ。あれはアスカじゃないか。すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ。ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カズネ、あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。カツラギ舞い忍ぶぜ。ちょろい。ちょっとカツネ。この人武器委員さんなんだよ。は？私服装の指導をされていただけなんだけど。そんな今さらだけど。悪かった、ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って水に流してくれよ。あ、笑ってごまかした。
最高だな。この技、いい感じじゃないか。それじゃあお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。ヤギューちゃんも欲しいよね。いや、俺は。隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃヤギューちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。わかった、その勝負受けて立つ。このぬいぐるみはひばりのものだ。え？ひばりにくれるの？
前から欲しいと言っていただろ。最初からプレゼントするつもりだった。じゃあなんで勝負したの？ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。これで満足はしていられないな。ひばり、クナイを家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない、お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。先生、待ってください。その補習、私たちも受けます。え？私たち4人、みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは一人のために、一人はみんなのために、仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。はい。ひばり、舞し飲みます。任務開始。
ひばり、勝ったの？私がビリだね。補習決定ってわけだ。まさか、アスカちゃん手加減したの？え？いや、その…ひどいよ、そんなの。ごめんね。本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。ううん。でも、ひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、二人で補習を受けよっか。うん、そうしよう。